はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味持ったきっかけから、大学時代どういうふうに生活されていて、どういうふうにその研究の道に進んでいこうって考えたのかっていうところをお話しいただいたんですけど、これからは海外のウプサラ大学ですかね、はい、スウェーデンにある大学に進学されて、どういったことをされてたのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、まず先ほどお話しいただいた通りで、紛争とかそういったところを観点にスウェーデンのウプサラ大学っていうのが結構有名で、それを希望して入ったってことだと思うんですけど、入るまでのプロセスって結構難しいのかなと思ってたんですけど、実際どうなんですかね。僕さっきは1期生って言いましたけど、だから上の先輩たちがいないんで、就職にせよ進学にせよ、情報が全然ない中で、業者頼んで留学とかだったらやってもらうっていうのはあると思うんですけど、まあ、ちょっとお金もったいないんで、僕自分でいろいろ調べて1年ぐらい準備して、まあ、やっぱ英語、まあ、TOEFL とか IELTS は最低のこうラインがあるんで、それを取れるように勉強するっていうのもありましたし、あと志望動機書と、あとまあ先生の推薦書が効いてくるんですよね、で大学にもよるんですけど、卒論を出さなきゃいけないっていうのもあって、だから卒論英語で書かなきゃとか、なるほど結構きついですね。で、まあ、志望動機もやっぱり、ね、ありきたりの書いての証拠がないんで、なんで僕がそこに行って勉強しなきゃいけないのかってこうアピール、ね、ちゃんとしなきゃいけないですし、で、まあ、推薦書もね3通とか必要だったんで、3通指導教員だけじゃなく、あと2通誰にしようかなとか、まあ、そういう現実的な悩みもありましたけど、まあ、なんだかんだそういうので、まあ、書類作りっていうんですかね、で、まあ、1年ぐらいかけてやりましたね。そうなんですね。その期間って例えば1年ブランクが空いちゃったみたいな期間あったんですか、それともそのまま流れで行っちゃったって感じですか。流れですね。すごいですね。でも授業はもう2年半で単位取り終わって、早いな。もう残り1年半はそれこそバックパッカー行ったり、スキー場をこもってあのバイトしてとか、で最後4年生の時は卒論と留学の書類準備みたいな感じで。あ、すごいわこれは、はい、これはすごいですね。推薦状残り2つは誰に出していただいたんですか。1人はオーストラリア人の先生で、気候変動とかそういうの専門にしてる先生がいて、その授業取ったことあったんで、まあ、1人やっぱそういうインターナショナルな推薦書あった方がいいと思ってその先生に書いてもらって、もう1つはさっきあのボスニアに行きましたって、その国際援助系の先生一緒にこうついてったりもあったんで、まあ、その先生に頼んで書いてもらう。なるほど。実際それで応募するじゃないですか、スパン的には多分すぐ決まんないですよね。あ、決まんないです、決まんないです。それってなんか面接とかもあったりするんですか。あ、ないです。もう書類選考だけ。1月ぐらいに出して結果出るのも3月末とか。あ、そうなんですね。でしかもそんな遅いんで、落ちるともうなんかフリーターみたいになっちゃうんで、だから日本の大学院もあの受けて、それで東大も受けたんですけど、そうなんですね。授業料払わないと東大も入れなくなっちゃうし、結果待ってると間に合わなくなるん で東大授業料払ってとりあえず、なるほど。でその後ウプサラ受かって、あ、どうしようってなって、でいろいろ聞いてみたら休学できるっていう話を聞いたんで、東大最初春だけ行って休学して、でまあスウェーデン2年間行って、そういうことだ。でまあ博士とか行けたらよかったんですけど、向こう結構競争率厳しい世界なんで、あ、これじゃダメだっつって東大戻ってきて、で東大でもう1年半修士残りのやって、狙ってたわけじゃないんですけど、修士2つ持ってるみたいな。まあ学生期間が長くなる分には僕はいいんですけど、働かない期間が伸びるんでね。ちなみになんですけど、ウプサラ大学に行かれたじゃないですか、大学卒業されてから。スウェーデンのウプサラ大学は日本人の方って結構いらっしゃったんですか。平和紛争研究、デパートメントオブピース&コンフリクトっていうところで、マスターインピース&コンフリクトスタディーズっていう分野になるんですけど、毎年50人ぐらい取ってるんですけど、僕の次の年に1人入ってきたんで、まあ、意外といるのかな。なるほど。じゃあ実際はスウェーデン行かれて、中塚さんの周りには日本人っていうあんまりいなかったんですね。あ、そんなに。なるほど。実際それ英語ですよね、コミュニティ。あ、もう英語です。慣れました。スウェーデンってスウェーデン語母国語ですけど、北欧の人たちも全般ですけど全員バイリンガルなんで、もう完璧な英語喋るんで、全くスウェーデン語話す必要なくて、汚い英語じゃなくて、ちゃんとした綺麗な英語喋ってくれる、ゆっくり喋ってくれるんで、英語留学には逆にいいかもしれないですね。あ、そうなんですね、すごい綺麗なんでスラングがあんまなさそうな感じなんですね。なるほど。実際じゃあそのプログラムで勉強されるのっていうのは基本的には紛争解決とかそういったところになるんですか。そうですね、やっぱピース&コンフリクトスタディーズなんで、今起きてる紛争ってほとんど内戦なんで、内戦に関する交渉であったり、僕がやってるのは調停なんで、まあ、そこに第三者が入ってきて、まあ
交渉を促進するっていう話ですけど、はい、まあ、そういう内戦に関する研究全般を勉強できるようなプログラムになってますね、はい、なるほど。ちなみにウプサラ大学で修士論文とかも書かれると思うんですけど、はいはい、何をテーマに書かれてたんですか？僕は朝廷の話を書いて事例分析をしたんですけど、まあ、スーダンの第二次内戦の朝廷について書いて、スーダンってもうできてからずっと内戦やってるような国なんですけど、第二次内戦85年6年ぐらいから2005年ぐらいまで大体20年ぐらい続いた内戦、はい、で、まあ、そこに地域機構のイガットっていうスーダン周辺国の地域機構があるんですけど、そことか隣国、まあ、エジプトとか、あとはアメリカとか、うん、旧宗主国のイギリスとかが入ってきて、はい、調停をするんですよね。和平合意結んで、うん、その後国連とかも入ってくるんですけど、はい、まあ、それをテーマにして修論を書くっていうのが、なるほど。今調停って言葉出てきたと思うんですけど、調停って日本とかで言うと離婚調停とかね、なんか争いを解消するための個人とか、まあ、なんかそんな調停の言葉の使い方すると思うんですけど、国際協力での調停っていうのはどういうことをされる感じなんですかね？イメージとしては、はい、例えば国連事務総長とか、はい、まあ、あとアメリカ大統領とかが今だとシリア内戦とかに入ってって、はい、政府側と反政府組織が代表に、はい、とりあえず、まあ、武器を置きなさいよって言って、はいはいはい、交渉の席について話し合いをしなさいよって、だから平和的に紛争を解決してくださいっていう風に圧力をかけたり、はい、コミュニケーションをシャトル外交とかって言ったりするんですけど、はい、お互い敵対してるんで直接会いたくない、でも誰か第三者を介してコミュニケーション取るんだったらいいみたいな形で調停者がこう行ったり来たりして要求聞いて、こっちはこう言ってるけどお前はみたいなっていうことをやる人は、そういうのも調停に、まあ、メディエーターとかって言ったりしますけど、それ全般その行為自体は調停っていう、英語で言うとメディエーションですけど、これはまあ紛争解決する手段としてはそういう内戦とかが起きたらよくあることですね、うん、そう、紛争が起きると、はい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 、まあ、確かにニュースとかでは紛争が起きましたとか内戦が起きましたみたいなのって結構メディアに流れるじゃないですか、ええ、ただそこの仲裁役で調停みたいなワードってあんま出てこないようなイメージがしてて、調停ってあんま出てこないですね。仲介とか、はいはい、仲介が多いですかね、ニュースのメディアで出てくるのは、ね、普通に見るメディアからのニュースとかだとそこまで全然見えてないんで、まあ、それがね、なんか研究分野としてあるってなかなか一般の人は思わないかもしれない、そういうの研究してる人が、ね、まあ、ここにいると一人いると多分なかなかいないですよね日本だと。そうですね、あんまりいない。それこそ、まあ、ウプサラ大学みたいなところ行けば、うんうん、そういうのやってる人間しかいないんで、はい、あれですけど、日本とかだとあんまり研究してる人もいないですし、調停人って呼ばれるような人も歴代の総理大臣でそういう人がいたかって、いやあんまりないかなそうなんだ、ね、北欧とかね、はい、ノルウェーとかスウェーデンとかだったら、はい、何人かね有名な人いたりしますけど、ちょっとそこは次の動画で具体的に深掘りしたいなと思ってます。話変わってですね、スウェーデンのお話もちょっと聞いてみたいなと思ってて、スウェーデンの生活って実際どうでした？日本と比べて。一番はご飯がはまずい物価が高いですね。北欧なんで病院とか大学院までただなんですけど、うん、スウェーデン人にとっては。あ、そうなんだ。で病院は僕もただでしたけど、はい、あ、はい、まあ、授業料は取られますが、はいはいはい、奨学金取って行ったんで、はい、授業料払ってないですけど、まあ、システムとしては EU の外の人は授業料を取って、はい、EU の中の人は大学院もただっていう。あ、そういうことですね。で、まあ、病院も住んでる人であればただですし、まあ、その他やっぱ税金が高い、はいはい、福祉国家なのでそういうシステム的に良かったですけど。なるほど。ご飯がまずいのが。ちなみにスウェーデンの主食っていうのはご飯ですか？北の方はお米のように小麦。あ、そっか。なんかパスタとか、はいはいはい、まあ、ピザとか。だってスウェーデン料理何ってパスタとかピザとか言ってくるんですよ、はい、でもなんか全然美味しそうなイメージあるんですけどねパスタとかピザだったら普通のパスタピザ。いや、パスタ多分日本とイタリアが一番うまいと思うんですけどスウェーデン料理になるって言われると、はい、ミートボールとか。ヤンソンの誘惑って言って、まあ、はい、ポテト料理なんですけど、ホワイトソースとアンチョビとかをオーブンで焼いたやつ。まあ本当お酒のつまみいいですけど、まあ、そんなのがあったりとか、はいはい、聞いてると全然美味しそうなイメージはありますけどねいやそんなことないと思います。スウェーデン人だって結構自虐的に言いますもん、はい、スウェーデン料理なりにやっぱポテトが主食で、ポテトチップスも料理の一種かなとか、はい、うっそーみたいなそれはプライドなのか自虐なのかちょっとよく分かんないですけどちなみになんか海外とかってその時にも行かれたりしたんですか、スウェーデンに？それこそまた電車で行ったんですか、ヨーロッパ
今度違う路線、自宅には同じでもあの路線が違ったり、はいはい、結局でも着いたところ同じでまたあの時美味しかったビールもう一回みたいな。ちなみになんですけど、その時はちゃんと寝台取りました？一回でも乗ったな。ドイツからスウェーデンに船の中に電車が、昔の青函連絡船みたいなのがヨーロッパあって、はい、デンマーク、ドイツ、スウェーデンとかの間で、はい、本当1日1本とかなんですけど、新幹線とか、はい、あるいは寝台列車がこう船に入ってそれで渡るっていうルートがあるんですよね。まあ、そんなのがあるんですか？あります、あります。船に新幹線乗れるんですか？そもそも乗れます、乗れます。めっちゃ長い。すごいな。日本にはないですけど、ヨーロッパまだあります。すごい。寝台列車もあるし、はい、そういうまあ青函連絡船みたいな、あー、なるほど、電車が船に乗るっていうのもあるし、すごい面白いですね。たまんなかったですね。その時は寝台列車乗りました。ドイツからスウェーデン行く時は寝台列車乗りましたね。はい、それどれぐらいの時間乗るんですか？もう普通に8時間10時間ぐらいな、10時ぐらいに出て7時ぐらいに着くみたいな、はい、ちょうどいい塩梅だったと思いますけどね。じゃあその寝台列車はもう爆睡しました？それも寝ましたね。ちゃんと寝れたって感じですね。2段寝台ぐらいで安心して寝ましたけど。なるほど、ありがとうございます。今までは海外の大学院、特にスウェーデンの大学院行かれてる方そんなに多くないと思うんで、多分そうですね。そのお話をお伺いしたっていう形になります。はい、ちょっと次からは今研究どういった研究をされてるかっていうところもちょっとお聞きしたいなというふうに思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。